それでは、整数の、表記と加減算についてはこのぐらいにしまして、で次は浮動小数点数という話に進みたいと思います。で、この話は先ほどはその整数のどう扱うかという話だったんですが、今度はその次数を計算機上でどう扱うかという話に関連してきます。でその中でも特に今回はその次数をその有限桁の数でその近似する計算機上で近似するためのアイディアについて見ていきます。で、次数というと多分皆さん、よく知っていると思いますけれども、例えばその有理数ですね。有理数は循環小数で表されたりする場合がありますね。それからあと無理数に関しては、円周率であるとか自然対数の定なんていうものもあるわけです。で、一応その計算機の世界ではその有理数や代数的数をその計算機上でその厳密に表現して扱う方法っていうのもあるんですけれども、ここではそういう話はちょっと別に置いといてですね、今回はその次数をその有限桁の数で近似する手法について見ていきたいと思います。で、まずその実数をじゃあ有限桁でどう近似しようかっていうことを考えたときに、その先ほどの議論でまずその整数を我々与えられておりましたから、そうすると自然なアイデアとして多分皆さんも思いつくであろうアイデアというのは、じゃあ例えばその小数点以下5桁だったら5桁までで近似すりゃいいんじゃないのっていう話になるかと思います。で、この例では、スライドの例では、その10桁の10進数を使って、で、次数を近似する例を表しております。ここにありますように、ある次数をですね、V という近似値でその表現しているんですけれども、見ていただいて分かるように、これはそうか、一応注意していただきたいんですが、今はその計算機の話からちょっと離れて、現実の世界で我々が次数を近似するって話をしてますので、10進の話をしてますので、ちょっと注意してください。そうすると、例えば整数部を5桁取って、小数部を5桁取ると。そうすれば、どのぐらいの数を表現、周知を表現できるかっていうと、下にありますように、マイナス99,999.9999から、プラスの99,999.9999の範囲までのその次数の近似値を表現することができるということになるでしょう。これが一つ目のアイデアですね。で、もう一つのアイデアとして、同じく10進の、10桁の10進数を使って次数を近似するんですけれども、これはどちらかというと、何でしょうね、その物理とか化学のような、そういう科学技術計算でよく用いられる表現かと思いますが、まず整数部は1桁にしましょうと。で、小数部をもう少しいっぱい取って、8桁にしましょうと。8桁ですね。小数部を8桁にしましょうと。で、最後に、この10のべき乗っていう部分を設けて、この10のべき乗のこのべきのところに1桁使いましょうと。こういう表現を考えます。そうしますと、で、もう一つですね、この10のべき乗の表現にはちょっとトリックがあってですね、この e の0っていう桁からマイナス5ですね、この5を引いたものをここの10の、べき乗にすると。そういうことで、この10のべきとして、マイナス5からプラスの4までを取れるようにしとくってわけですね。そうすると、この e の0が小さければ、このより小さな数を表せるであろうというわけです。で、この方法で表しますと、その表現できる数値っていうのは、先ほどの例とほぼ同じで、マイナス99,999.9999から、99,999.999っていうあたりまで表現できるんですけれども、一つその先ほどの数値の表現と異なる特徴として、相対誤差がほぼ一定になるという特徴があります。で、じゃあちょっとその相対誤差についてと絶対誤差について少し説明しますけれども、
x が真の値で、で、それを x' という値で近似したときに、その x と x' の差自体を絶対誤差というわけなんですが、それに対して、その x' と x の差の絶対値がですね、その元々の真の値 x に対してどのぐらいの割合かというのを示したのが相対誤差と呼ばれるものです。ですので、その、仮にその絶対誤差が小さい数であったとしても、その相対、その元々の x の値が小さければ、相対誤差は、それほど小さくないという場合も起こり得ます。で、こんなふうにして、その、実はこの、その10桁の受信数を使った場合にでもこういうその相対誤差がほぼ一定 の, あのこういうその実数の近似した表現というのが作れるっていうわけですね。そうするとその、どこの値をとってもその相対誤差がほぼ一定というのはそのある意味いろんな計算をする上では好ましい性質であるとも言えます。ということで、このようにしてですね、その今の2番目の間ですね、この表現の仕方をする、で、その実数を近似する小数をですね、この計算機では不動小数点数、もしくは不動小数というふうに呼びまして、で、この不動小数は現在、その実数をですね、有限桁で計算機上で近似する方法として広く用いられております。この不動小数点数の不動っていうのはどういう意味かというと、その相対誤差をほぼ一定にするために見かけ上この小数点がですねこうずるずるずるっとこうあちらこちら右や左にこう動いているように見えるからなんですね。で例えばそのもともとの数の絶対値が小さい場合にはこの小数部の方が必然的に桁数が長くなりますし、逆にその元々の数の絶対値が大きい場合にはその小数部の桁数が小さくなるような形で数が表現されるようになっております。そういう意味でこう見かけ上なんか不動小数点が動いているように見えるのでというところからこの不動小数点という言葉がついたものだとものではないかと思います。でそれからと逆にですね先ほど最初に表しましたアイデアは固定小数点数とも呼ばれます。これは見てお分かりになるように整数部と小数部の桁数が常に固定されているからですねそういう名前だと思うんですが、現在は計算機上ではその不動小数に比べるとその利用は限定的となっております。で、じゃあ実際にその不動小数による実数がどういうふうにその表現されているかっていうのを次の式で表したんですが、その近似値 V ですね、V はこのような形で表されております。で、まず符号の部分がありまして、これマイナス1の S 乗ということで、この S は符号と呼ばれる桁で、これは0か1の値を取るわけですね。でそれから、M が仮数と呼ばれる部分で英語ですとマンティサと呼ばれるので M という文字がよく用いられます。これがその M がこのですねこの例ですと M0 からこの M8 にあたるこの部分数値を表す部分です。であとそれにその何かのべき乗の部分は加わってくるんですけれどもその何かの元になる数を奇数ベースと言いまして、ベースの頭文字を取って B と書きます。あと、その B の E 乗という形で、指数の部分は、エクスポーネントの英語から E をというふうに表します。不動小数ですと、その数値をこのような形で表すというわけです。で、次に、不動小数の正規化という話について触れておきたいと思います。まず V としてですね 2.9979×10 の8乗という値が出てきましたが以前授業の時にはこれは一体何の数値でしょうってクイズを出したんですけどあまり縁がある人は少ないようで
今回は最初から答え書いてしまいましたが、これは真空中がで光が進む速さですね、メートル毎秒の単位なんですけれども、で、じゃあこういうその小数があったときに、実はこれ10のべきですね、10のべきを変えると、まあ、いろんな表現の仕方があるわけですね。例えば仮数部を10倍して 29.979 にして、指数を1個減らして10の7乗にするとか、あるいは逆に仮数部を10分の1にして 0.29979 にして10の9乗にするとかですね、そういった形で先ほどの駆動小数の表現ですと、その仮数部とそれから指数を1個変えることで、その同じ数に対してこういくらでも異なる表現が得られます。でところが、その実際に計算機で数値を計算する上では、まあ表現が特定できた方がいろいろとありがたいわけですよね。まずある数を与えられたときに、そのどういう表現に固定するかっていう上では、一つのルールがあった方がやりやすいですし、あとその計算の誤差の観点からも、その適切な表現に全部揃えた方がいいだろうということで、それを行うのが駆動小数の正規化と呼ばれる操作です。で実際にこれはどういうことをやるかというと、その仮数部の整数部を1以上 b 未満の整数で表すということをします。ですので10進数だったら10未満、1桁の整数で、2進数だったらもう1ですね、1固定っていうふうな形で 表現してしまうというのが、この駆動小数の正規化と呼ばれる操作です。ということで、その実際にその駆動正規化も含めたその計算機上でのその駆動小数の表現の例というのをまとめたのが、こちらのスライドです。V をですね、このまず符号ビットマイナス1の S 乗に仮数部 M とそれから指数部ですね B の E 乗をかけたものというふうに表すんですけれども、で仮数部、今は仮数部を N ビットとしました。で N ビットとしまして、先ほどのように整数部が1に正規化することにしましたので、 M は1以上で2未満の値を取ると。でそれから B ですね、指数部のベース B 奇数は2で、で E を、まあ、L ビットというふうにして表します。でそうしますと、まあ、M 仮数部 M をですね、この M0 からでときて M の N-1までの N ビットというふうにしてこう表すことで、まあ、仮数部はこのようにですね、仮数部はこのようにして、まあ、2進数の小数の表現をとっているというふうに見てください。ここまでいいでしょうか。